そこはしっかりと研究もしてきたというこの中2日での戦いでしょうか。トラビスリング下、ここハーパーがっちりついてパスアウト、ブルックさん入っていった、届いてゴール決まります、5対0。京都の方は三田が入っています。さあビフォードからハーパー手を出す、そして山下やや遠めの位置から決めた、あパス選択しましたがここ奪いました。さあ三田がプッシュをしてハーパー、いやタイムアウト明けも京都の流れですね、取れてしまうというここですよね、うん、でこの後、はい、ピックアンドロールのスイッチもタイミングすごい良かったですよね、うん、はい、まあ、やはり小川ヘッドコーチのこのディフェンスに対する信頼っていうのを、では今日一番気合が入っているハーパー、豪快なダンク決めました、5点差。さあ今度はトラビス、おー決めてきた、おっとちょっとフォイスルありましたが大丈夫でしょうか。北川です、北川また入ってきた、パスを選択でしたがここはボール寺島奪います、杉浦来ていますがパス後ろに渡してハーパーです。いや気合がなんか続いている感じですね、はい、少し島根のオフェンスがこう1人が持っている時間帯がちょっと長くなりましたよね、はい、なのでこう京都がディフェンスに戻ったりディフェンスの体勢を整える時間というのを少し島根のオフェンスが与えてしまって、さあビュフォードが抜け出してミドルシュート入る、島根のポジションです、ブルックスが手を挙げて北川から杉浦、もう早めに打っていきます、決まります、そうですね、もうこういうのは躊躇しなくていいんです、はい、ここなんですね、ここで長谷選手ただ繋いでこうボール回せるだけなので、なるほど、はい、あー決まりました、スリーポイントのバスケットカウントです、この決定力があります、この得点の部分だけの差になってますよね、うん、はい、まあ、苦しみながらもスリーボールをもらって山下もスルスルと入ってきていました、あー難しいショット決めました、すごくタッチいいですよね、どのエリアからでもボール入りますね、はい、神里ここに寺島くっついていく、ピタリとついて3秒2秒ショットクロックなくなるが見事なフォローだ、ベリンビフォード、京都のディフェンスが少しずつ少しずつプレッシャー、はい、良くなってきてますか、はい、ただ間に合うかどうかですね、おトラビスバスケットカウントでしたか、ファールアウトです、いやハーパーから松井、松井さすがだ、いいですね、さすがだ、点差を縮められるか、あー叩きましたビフォード、最後まで40分間